ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、霊夢は元県議会議員の野々村雄太郎さんを覚えているかな？もちろん覚えているわよ。あの、伝説とも言われる会見をした人よね。あれはインパクトがありすぎて、一度見たらもう忘れられないよ。悪い意味で記憶に残り続けるよな。でもあの会見の後って、野々村さんのことをテレビで全く見なくなったよね。そうだな、表舞台からは姿を消したんだが、今はライブ配信をしているというから驚きなんだ。そうだったの？あの会見をした後から配信に至るまでの経緯が気になってきたよ。てなわけで今回は、元県議会議員野々村雄太郎さんの伝説の会見を振り返りながら、現在の様子をゆっくり解説していこう。それじゃあ、早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずは、野々村さんがどんな人物なのか、プロフィールを見ていこう。野々村さんは1966年7月29日生まれで、大阪府出身。大学を卒業後に、16年間市役所の職員をしていたんだ。結構長い間、市役所で働いていたのね。市役所職員を退職後、2008年から選挙活動を開始したものの、結果は4回連続の落選。だが2011年4月に、兵庫県議会選挙、西宮市選挙区で5度目の立候補をした際に、ようやく初当選を果たしたんだぜ。野々村さんが44歳の時だった。伝説の会見があった後は変なイメージがついちゃったけど、選挙に当選してるってことは、野々村さんを支持する人も多かったってことだよね。実は、野々村さんの当選は、実力が伴っていないラッキーが重なったものだと、言われてしまっているんだぜ。それはどういうこと？野々村さんが当選した、いや、当選してしまったと言われているのには、いくつかの理由があるんだが、その一つが選挙時に、西宮維新の会を名乗っていたことだ。維新の会といえば、まず、大阪維新の会が思い浮かんだんだけど、野々村さんとは何か直接的な関わりがあったの？いや、それが、西宮維新の会と、大阪維新の会は全く無関係の団体なんだ。え、こんなに似た名前なのに無関係なの？大阪維新の会は2010年に、当時大阪府知事だった橋本徹さんらを中心に結成された党で、当時はとても勢いがあり、知名度も高かったんだ。橋本さんの歯に気抜きせぬ発言は、よくメディアで取り上げられていたわよね。かなり目立っていたと思うわ。そんな中で、野々村さんが、西宮維新の会を名乗って選挙活動をしたものだから、野々村さんに投票した人の中には、橋本さんと同じグループで活動しているものだと勘違いした人が多いのでは、と言われているんだ。これ、もし狙って同じような名前をつけてたとしたら、かなり悪質なんじゃ。まあ、有権者からしたら騙されたと言っても過言ではないだろうな。ちなみに、後に野々村さんは自身のブログで、西宮維新の会を名乗ったことについて、確かに虎の威を借りたのは事実と書いているぜ。やっぱり確信犯だった。これってありなのかな？さらに、上位当選すると思われていた自民党、民主党の候補が大失速し、その結果、野々村さんがまさかの当選。時点とたったの409票差という僅差だったんだぜ。確かにこの状況から見ると、ラッキーで当選しちゃったって感じがするね。その後、議員活動を続けていた野々村さんなんだが、2013年度に、日帰りで各地を195回も訪問したとして、政務活動費から約300万円を支出していたことが明らかになったんだ。195回ってすごい回数。ここで問題になったのは、報告書には交通費の領収書が添付されておらず、野々村さんが訪問したとされる、現地での活動を示す記載も見つからなかったということなんだぜ。つまり、本当に300万円を使って各地を訪問していたっていう、証拠がないってことだよね？そういうことだ。ちなみにこの、政務活動費は、すべての支出に対して領収書の添付が義務付けられているんだが、例外もあって、自動券売機で切符を買い、領収書が発行されない場合は、添付しなくてもいいんだ。なるほど、ってことは、自動券売機で切符を買いましたって言えば、仮に嘘だったとしても追及できないわけだ。そうだな、野々村さんが年間300万円も政務活動費を使ったことに対し、議会事務局が確認を取ったんだが、本人が支出したと主張する限り、報告書をそのまま受け付けるしかないということだそうだ。本人が主張すれば通っちゃうんだ。2014年6月30日に県議会が公開した収支報告書によって、使い道の不透明な政務活動費があったことが明らかになったんだが、これを受けて各会派から、
野々村さん本人から説明をするべきだとの声が相次いだんだ。報告書に何も書かれていないんだったら、そりゃあ本人が出てくるしかないわね。領収書がなくても、訪問した場所や目的などを記載するのを会派では徹底しているそうだからな。そこで本人からの説明を求められ翌日開いたのが、あの伝説の、号泣会見だ。収支報告書が公開された翌日だったんだ。あの会見を初めて見た時は、思わずテレビの前で固まっちゃったな。ああ、マイクが音割れするほど大声で泣き叫び、カメラの前でもお構いなしに取り乱す姿が、衝撃的すぎて忘れられない人も多いだろう。号泣する姿がひどすぎて内容を覚えてないんだけど、どんな感じだったっけ？会見が始まると、質問を受ける前に野々村さんは、私が怖いな、と感じた時点で、この会見は打ち切りにさせていただきますので、何卒、平常心を持って質問をしていただきますよう、お願い申し上げまして。と、前置きしているのは知っているかな。そうだったんだ。後々号泣するのを知っててそれを聞くと、突っ込みどころが多すぎるよ。記者から、何か主張されたいことはありますか？と質問された野々村さんは、不自然な資質があると指摘されたが、実態を、事実に相違ない中で報告させていただいただけでございましてと、疑惑を否定したんだ。あくまで、本当に活動費として年間300万円を使っていたって主張したのね。だが次に質問した記者から、駅を使用した際にどのようなルートを使ったのか聞かれると、詳しいルートにつきましては報告の必要がないと、そういう要領になっておりますので、などと、言葉を濁しながら回答して、しっかり説明をすることができなかった。これはさらに突っ込まれるわね。城崎温泉というところへ、年間102回も訪れているというのに、どの駅から電車に乗ったのか、という質問に対し、記憶がありませんと答え、この辺りから野々村さんはかなり追い込まれていく。この記者さん、いい仕事してるわね。というか、1年間で102回も行ってる場所のこと忘れるわけないよね。さらに、活動内容を教えてほしいという質問をされた野々村さんは、意見交換と、制作を教えてもらう教授ですと答えたが、これでは何のことだかわからないよな。うん、全然ピンとこないよ。もっと具体的に教えてほしいと問われたものの、調査先の相手様から、公表しないでくれという約束を前提に制作教授をさせていただくという、約束がありますのでと答えただけだったんだ。自ら会見を開いたのはいいけど、さっきから質問には全然答えてないわね。そしていよいよ、この辺りから野々村さんの様子がおかしくなってくるんだ。どこかで折り合いをつけれなければ、大人じゃないと思うんですよ。小さな子供が大好きで、本当に子供が大好きなんで、など、尻滅裂な発言をし始めるんだよな。政務活動費の話してたんだよね。その後も、涙を流し大声を上げながら記者に対して、あなたにわからないでしょうけどね、と言ったり、なんで自分を曲げないといかんのや、といった名言が生まれてしまったんだ。連日ニュースで報道されてたのはもちろんだけど、ネット上でもかなり笑いのネタにされたよね。真似する人がいたり、コラ画像が出たりしてたね。すっかりネット民のおもちゃになってしまったよな。だが結局、この会見中には疑惑の真相は明らかにならなかった。そして会見翌日の7月2日には、議長が野々村さんに対し厳重注意。さらに議会が臨時の会議を開き、野々村さんの過去3年度分の報告書を再調査することが決まったんだ。ここで本格的な調査がされることになったんだね。ああ、調査した結果、不自然な支出があれよあれよと見つかったんだぜ。切手代として250万円もの支出があったというものの、そこに添付されていたのは、宛先も内訳もない金券ショップの領収書のみ。それ、領収書の意味ないでしょ。さらには、家電量販店でパソコンやプロジェクターなど約80万円分を、一度に購入していたこともあったようだな。やりたい放題って感じね。極めつけは、大雨の影響で特急列車が運休しているという日に、特急のグリーン車で出張しているという記載があったりもしたそうだぜ。これに関してはもう、必要経費だったって言い訳すらできないね。野々村さんは、議会事務局から不透明な経費について何度も説明するように言われていたんだが、それを無視し続けていたっていうのも呆れてしまうよな。あの号泣会見の取り乱しっぷりばかりが注目されていたけど、とんでもないことしてたんだね。ただ号泣しただけで何の説明にもならなかったこの会見を見た国民から、野々村さんは大バッシングを受けることになった。
兵庫県民のみならず、他県からの抗議もあったそうだから、あの会見の影響の大きさがわかるよな。これはもうさすがに、議員を辞めざるを得ないわね。そうだな、会見から10日後の7月11日に、野々村さんは議員を辞職。まだ調査が十分に行われていないのに辞職を許可した議会にも、批判の声が相次いだんだ。逃げ切っちゃったって感じで、なんともすっきりしない終わり方だね。議員を辞職して表舞台からは立ち去ることになったんだが、もちろん、そのままで済むわけじゃないぜ。政務活動費を騙し取ったとする詐欺罪などに問われた野々村さんは、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受けたんだ。法廷では、あの号泣会見みたいに訳のわからないことを言わずに、ちゃんと説明してくれたの？取り乱して泣いたり叫んだりはしなかったんだが、何を聞かれても、記憶にございませんというばかり。野々村さんは、病的な健忘の可能性があると主張していたようだったが、診断書すら提出されておらず、裁判長に真っ向から否定されていたそうだぜ。今度は、記憶にないか。この判決が下った後の野村さんは、マスコミの取材を拒否しながら、隠れるようにひっそりと暮らしていたんだ。その後、野々村さんの様子を取材に行ったのが、日刊現代の記者。判決から約2年後、2016年のことだぜ。野々村さんが住んでいる家に取材に行ったの？ああ、すでに一般人となった野々村さんには少々気の毒ではあるが、何も釈明せずに姿を消した野々村さんのことを気になっている人は、多かっただろうからな。本人の口から説明を聞きたいっていう気持ちはあるわね。当時、大阪市の集合住宅に住んでいたそうで、記者はそこまで訪ねていったんだ。だが野々村さんは、かなりマスコミなどを警戒しているようで、最初は何度チャイムを鳴らしても出てきてくれなかったそうだぜ。取材を受けるつもりはなさそう。噂によれば、野々村さんはずっと自宅で引きこもっていたから、足音だけでそこにいるのが家族なのか、警察なのか、マスコミなのかなどを、聞き分けることができるらしいぞ。変な特殊能力が身についちゃってる。本当にどうでもいいよ。近所の住民によると、とにかくマスコミを避けるために、深夜でも帽子にマスク姿で歩いていて余計に目立っていたようだぜ。しばらく粘ったようだが、この時は結局本人から話を聞くことはできなかった。徹底してるわね。2020年4月には、週刊女性プライムが野々村さんを発見し、直接取材をしようとしているんだが、そこでも人騒ぎあったようだぜ。近況を聞こうと記者が声をかけると、野々村さんは、助けてー、と大声で叫びながら逃走したとのことだ。それって街中ででしょ？そうだな、その後スーパーに入ってもなお、絶叫しながら記者から逃亡。周りの人たちはドン引きだったらしいぜ。とうとう警察官が駆けつける事態になったんだ。ああ、大騒ぎになっちゃったよ。警察官が何を聞いても、野々村さんは、助けてください。保護してくださいと繰り返し、まともに話が聞ける状態ではなかったそうだぜ。そうやって記者の目からずっと逃げ続けてきた野々村さんだったが、2022年11月下旬頃から、公式ブログの更新頻度が急激に増えたんだ。もう自分から何かを発信することはないんじゃないかって思ったから、意外ね。同年11月26日の投稿には、私の精神状態が少しずつ改善してきていることをお知らせします、と書かれていて、記者から逃げ回っていた頃とは違う印象を受けるよな。うんうん、なんだか元気そうな感じがするね。その頃から、ツイッターでも投稿することが増えてきて、私に適したメディアは？私が、NSC 吉本総合芸能学院に入学すれば、ニュースになる、ならないなど、様々な質問を投げかけたんだ。あれだけメディアを嫌っていたのに、ここに来てまた表舞台に出たいっていう気持ちがあるなんてびっくりよ。こうやってまた活動を始めたのには、自身の経済的な問題があったからではないか、と言われているんだ。やっぱりお金に困っていたのかな。ああ、あの会見が大きな騒動になってしまったのもあって、その後は定職に就くこともできずに、しばらく無職のままだったというからな。きっと貯金はあったんでしょうけど、いつまでも貯金を切り崩して暮らすわけにはいかないよね。2020年頃からは、自身のブログに広告を掲載する、アフィリエイトで、収入を得ていたそうなんだが、それも微々たるものだったのではないかと言われているぜ。そこで野々村さんが始めたのが、ライブ配信アプリ、ふわっちを使った、配信者としての活動なんだ。ふわっちってどんなアプリなの？2015年にリリースされたアプリで、動画やラジオの配信をしたり、他のユーザーの配信を見ることができるんだ。
20から40代のユーザーが多く、配信中にリアルタイムでコメントのやり取りをすることもできるぜ。コメントのやり取りもできる配信を選ぶなんて、すっかりあの会見から吹っ切れた感じね。ふわっちで配信することによって、収入を得ることができるの？ああ、ふわっちのアプリ内ではポイントを集めることができるんだが、そのポイントを現金やギフト券に換金して、収入を得ることができるんだ。そうなんだ。どうやってポイントを集めるの？主な方法は2つあって、1つはランキングで上位を獲得することだ。ふわっちでは独自の採点基準で決められる様々なランキングがあって、そこにランクインすればポイントがもらえるんだ。視聴者数だったり、ナイスボタンを押された数などで順位が決まるようだぜ。なるほど、人気の配信者はそれなりの収入がもらえそうね。もう1つは、リスナーからアイテムをもらうこと、いわゆる、投げ銭によるものだ。ふわっち内のアイテムをたくさんもらうことで、それがポイントになる仕組みだぜ。投げ銭機能もついているんだね。これで収入を得ようってことか。野々村さんがふわっちで配信をしているということがわかると、約10年越しの熱い展開。ふわっちってことは、最初から投げ銭目当てだよな。でも配信サイトの雰囲気は野々村に合ってるねなどと話題になったんだ。まさか配信者になるなんて、誰も思ってなかっただろうね。野々村さんがふわっちで配信を始めたのは、2023年3月5日からで、顔出しはせずに声だけの配信をしているんだ。まだ顔出しはちょっと気が引けるのかもね。悩み相談やお題トークなどが主な配信内容なんだが、たくさんアイテムを使って応援していただいた方に限定して、お答えできる内容、範囲で話します、と書かれているから、こういったところから収入につなげたいと考えているんだろうな。なるほどね、まあ相談料みたいなものなのかな。野々村さんのフォロワーランキングで上位にいる、ほとんどの回で配信を聞きに来ている、アイテムをプレゼントしているリスナーにのみ、限定配信もするとのことだ。たくさんお金を使ってくれたら、野々村さんの特別な話が聞けるということね。と言っても、普段はどんな話をしているの？ロシアとウクライナの構想について触れたりもしたが、自身のパートナー探しについての話だったり、好きなアニメやカラオケの話など、比較的緩い内容が多いようだな。さすがに、あの号泣会見については話さないか。そこは一番聞きたいところだが、本人は触れてほしくないだろうな。2023年4月5日の時点で、フォロワー数は1604人だが、少しずつながら増えてきているようだぜ。政治家時代の話とかしたら、もっと増えるんじゃないかな。煽るんじゃないぜ霊夢。だが野々村さんがお金に困っているであろうことは、彼のブログから見てもわかるんだ。月5万円程度のスマホ在宅ワークを教えていただけるなら、条件によっては快諾します、などと書かれているからな。そうなんだ、やっぱり定職に就くのは難しいのかもしれないね。取材や出演依頼などの申し込みもあるようなんだが、報酬なしか、かなり低い報酬での案件しかないようなことをぼやいていたぜ。今は一般人として暮らしているんだから、かなり少ない報酬で取材だけ受けるっていうのは、リスクの方が大きすぎる。それじゃあ受けられないよね。そうだな、だが今はとにかく収入が欲しくて配信者としての道を選んだんだな。顔出しをせずに声のみの配信だったら、ハイリスクというわけでもないしな。他には何かしてこなかったの？2022年頃には、宅地建物取引主任者の試験に合格したということもあって、それに関するブログを開設して、アフィリエイトでの収入も得ていたようだぜ。だが、2022年を最後に更新が途絶えているから、大した収入は得られなかったんだろうな。アフィリエイトだけでは、大きな収入には繋がらなかったんだね。婚活に関するブログを開設し、そこでもアフィリエイトをしていたようだが、これも同じく2022年で更新は停止していて、アクセス数も一桁だそうだ。野々村さんほどの知名度があってもダメか。ちなみに配信アプリふわっち内では、ふわっち道場493になるものに入賞していて、配信者としては順調なスタートを切ったと言っても良いのかもしれないな。なんだかよくわからないけど、独自のランキングがあるんだね。このランキングの階級を判断する基準は公開されていないんだが、おそらく、配信時間や獲得ランキングポイント数が関係しているのではないかと言われているぜ。ふわっちの他にも、ここならというサイトで悩み相談を受け付けているようだが、それも伸び悩んでいるようだな。もう話題になった会見から何年も経ってしまっているから、野々村さんのことを知っている人も、かなり少なくなっちゃったのかもしれないね。
野々村さんのツイッターには、応援するコメントが書き込まれていることもちらほらあるから、少ないながらも支持する人がまだいるようだな。応援してくれる人がいるなら、今までの経験を活かしたことで何か頑張っていってほしいな。あの号泣会見で有名になってしまった野々村さん、今は配信者になっているなんて意外だったわ。もう姿を現さないものだと思ってたから。そうだな、徹底的にマスコミから逃げ回っていた野々村さんが、今度は自ら配信するスタイルになるとは驚きだよな。ラッキーで当選したなんて言われてしまってはいるものの、議員さんだった人の人生がここまで変わってしまうとはね。野々村さんは、政務活動費を不正に使用するというやってはならないことをしてしまったが、しっかり返金したことだし、これからは後ろめたいことはなしで活動していってほしいものだな。そうだね、もうかなりの時が経ったことだし、支持してくれる人が増えたらいいね。ちなみに、以前ツイッター上で取ったアンケートによれば、野々村さんに話してほしいテーマは、恋の話が一番多かったようだぜ。恋の話、需要ある？今後、野々村さんの恋愛事情についてさらに詳しく配信されるかもしれないな。いろいろと気になるところだが、今回はこの辺でお開きにしよう。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。